とうございます。始まってる、始まってる。こんなグダグダな感じで始まっていいの今優雅な気持ちだから。久々の飛行機です。これから3日間佐々木心音ちゃんと楽しみたいと思います。行ってきます。でこれから3日間尾道を尾道初たんまり初広島、そう初広島なんで、その超楽しみです、ね、いっぱいいろんなとこ行きたいと思います。とりあえず今飛行機で爆睡しすぎてまだ頭がボーッとしてます。もうちょっと 目が覚めるまで少々お待ちください。文字を書いたい。尾道やってきました。尾道に来ました。初めて。今13時半で、はい、これからお昼ご飯を食べようと思います。ここで食べたいと思います。ここや、広島風、はい、お好み焼きに食べたいと思います。いっぱい取れるぞ。食べる。イエーイ。ちょっとないね。こんな感じです。この道を見たことないイタリア焼き、ね、ナポリタン的な。なるほど。パスタないのかな。ケチャップ。焼きそばが。お昼ご飯から。10枚ぐらい食べられる。食べられる。全然今、脳みそでは全然何枚でもいける。いける。うん、2日目で物撮りじゃなかったこれ。いや、人撮りです。物撮りしてると思うんで、すげえ気抜いちゃってた。人撮りです。人撮りしてると恥ずかしい。いただきます。早く食べるんだって。コーヒー焦げちゃうの。ね。このままこういくってよ。焦げたのまたいいんじゃない。こういくの？いや違う。あ、じゃあそれはいいか。違うと思う。食べていい？もちろんいいよ。いただきます。はい、食べてみてください。私ならすげえ手がく感じる。うん、ありがとうございます。うん、イカなんかすごい。イカが入ってる。海鮮の風味がすごい。知る。うまみ、うまみ、うまみ、うまみ。いただきます。ほんのりこんな感じ。美味しそう。買い物に。買い物に。じゃあ、そんなのがいいのかな。すごい。ビンテージだよ。おしゃれ。ね。アンティーク。
綺麗。すごーい。ですよ。やっぱりこのシャワーとお風呂が別になってるのっていうのがやつね。あ、なるほどね。そう。ほら。本当だ。こっちシャワーで、うん、で、そう、とりあえずシャワー浴びて、でこのんびりのんびりのんびり入って。めちゃくちゃいいの。日本人だけじゃないだろうね。あとこれもしかしたら自転車も荒いのかな。じゃあって、そういうこと。車輪、そうかも、そうかも、そうだ、そうじゃないっていうので多分別なんだ、別なんじゃない。でこういうのも2個ちゃんとあるのはそうね、はあ、ってことでしょう。そうだ、車輪とか洗えるから自転車と一緒にお風呂に入れる。で、あ、だってほら、すごい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 、あの見てください、これ自転車。自転車ここにかけて、うん、はい、ちゃんとしっかり。だからチャリ見ながら寝れます。最高じゃない。で自転車だからサイクリング大好きな人からしたらたまらない、たまらないホテルになってるんでね、ぜひ。私のママチャリじゃちょっと無理だ。ね、多分ママチャリで来る人とかそんなにいない。あ、なんか。大体ロードバイクで大体来る。そっか。ママチャリじゃない。ママチャリで来る人はそんなに来ない。してます。これは何でしょう。向上したいフェチとしてはいい。向上したいな感じ。船のあれだけどね。取ってきて。確かに。そこいる。